創世紀十四章。王たちの戦い。シンアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティドアルの時代に。これらの王はソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アドマの王シンアブ、セボイムの王シェムエベル、ベラ、 すなわちツオアルの王と戦った。これら五人の王が揃ってシディムの谷、すなわち潮の海に結集したからである。十二年の間、彼らはケドル・ラオメルに隷属していたが、十三年目になって反逆した。しかし、十四年目にはケドル・ラオメルと彼に味方する王たちがやってきて、アシェテロとカルナイムでレファイム人を、ハムで ズジムジンを、シャベキルヤタイムでエミム人をそしてセイルの産地でフリ人を撃って荒野に近いエルパランにまで進んだ彼らはそこから反転しエンミシュパトすなわちカデシュに来てアマレク人の領土を全て制圧しハツエチェオンタマルに住むアモリ人をも攻撃したそこでソドムの王ゴモラの王 アドマの王、ゼボイムの王、ベラ、すなわちツオアルの王たちは出陣してシディムの谷で戦列を整えた。それに対しエラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティドゥアル、シンアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、これら四人の王が五人の王に対峙した。シディムの谷にはアスファルトの穴が多くあり、 ソドムとゴモラの王は逃げる時そこに落ちたが残りの者は山へと逃れたこうして4人の王はソドムとゴモラの財産や食料を全て奪っていった彼らはアブラムの負いロトとその財産をも奪っていったロトはソドムに住んでいたのであるある時逃げ延びた一人の男がヘブライ人アブラムのもとに来てそのことを知らせた アブラムはアモリ人マムレのカシノキのそばに住んでいたがマムレはエシュコルとアネルの兄弟で彼らはアブラムと同盟を結んでいたアブラムは親類の者が捕虜になったと聞き彼の家で生まれて訓練された318人の従者を動員しダンまで追っていった夜になってアブラムとしもべたちは別れて相手を攻撃し ダマスコの北のホバまで追っていったアブラムは財産のすべてを取り戻し親類のロトとその財産女たちとその他の人々も取り戻したメルキゼデクの祝福アブラムがケドルラをめると彼に味方する王たちを打ち破って帰ってきた時ソドムの王はシャベの谷 すなわち、王の谷へ彼を出迎えにやってきた。また、サレムの王、メリキゼデクがパンとドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼は、アブラムを祝福して言った。天と地の作り主、糸高き神に、アブラムは祝福されますように。敵をあなたの手に渡された、糸高き神は、 たたえられますように。そこでアブラムはすべてのものの十分の一を彼に送った。ソドムの王はアブラムに言った。人は私に返し、財産はあなたがお取りください。アブラムはソドムの王に言った。私は天と地の造り主、糸高き神、主に手を挙げて誓います。たとえ糸一筋。 履物の紐一本でも、あなたのものは何であれ、いただくことはしません。あなたが、アブラムを富ませたのは、この私だとおっしゃらないようにするためです。私は何もいりません。ただ、若者たちが食べたものと、私と一緒に出陣した人々の分は別です。アネルとエシュコルとマムレには、彼らの分け前を取らせてください。